こんにちは、にゃでーす。ってことで、魔法石50個もらえます。灼熱チャレンジ、レベル1から4の最適性編成紹介していこうと思います。動画時間見てもらったらわかる通り、めっちゃ長い動画になっております。編成考えるのも、動画撮るのも大変だったんで、ぜひとも高評価よろしくお願いします。今回の灼熱チャレンジは、消化系、いわゆる簡単なダンジョンじゃなくて、結構むずい系のダンジョンとなっております。ただ、アクセラレータならめっちゃ楽に勝てますね。まあ、超高度、回復力100分の1とかも来るんですけど、自動回復だから関係ないし、みたいな感じですね。はい。で、今回1から4までほとんど共通編成にしております。別にね、完全に共通編成にしてもよかったんですけど、みんながやっていく上でね、どっちかっていうと楽に勝てる方が重要かなと思ったんで、ベースはほとんど同じ編成だけど、ちょっと変えて、で、勝ちやすくしてるような編成にしております。はい。ということで、早速編成紹介の方やっていこうと思います。もしよかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンの方よろしくお願いいたします。特に高評価押してくれるとモチベーションになるんでよろしくお願いいたします。最近ね、編成投稿するたびめっちゃみんな高評価押してくれるんで、モチベ上がっていろんな編成投稿できております。いつも高評価押してくれている方々ありがとうございます。ぜひね、この動画にも高評価押してくれると嬉しいです。マジで編成作るの、そして動画撮るの大変だったんでよろしくお願いします。はい。ってことで、早速編成紹介やっていこうと思います。まあ、基本的にはさっき言った通り1から4までほとんど共通なんで、まずは共通なところを紹介して、で、ここを変えてこういうことするよとかいう話をねしていこうと思います。で、レベル1はですね、レベル1と2は超高度って言って回復力下がるダンジョン。ただ、めっちゃ回復力下がって100分の1になるんで、まあ普通に成功法でやるよりアクセラレーターの自動回復でやるのがめちゃくちゃ楽ですね。で、レベル3がですね、同キャラ禁止で、レベル4がタイプ6以上となっております。まあどれもちょっとめんどくさいから、編成考えるのめんどくさいなってなるような、今ギミックって感じでございます。はい。それでは編成紹介やっていこうと思います。まずですね、もちろんリーダーはアクセラレーターでございます。いつも通りの闇10個生成ですね。で、回復は作んないけど自動回復だから OK。で、自動回復だからこそ超高度100分の1もガン無視でございます。闇2コンボで 78% 軽減、50倍2コンボ加算、固定1000万ダメージ、HP 1.1 倍ですね。まあ、今回の灼熱チャレンジ結構固定1000万が輝くところ多かったんで、他のリーダー使いたい人もですね、1000万はね、しっかり確保した方がいいと思います。で、火力高いですね。こちらアクセラレーター使ってます。で、まずアクセラレーターにつける武器なんですけど、まあ、いつもの火力盛り武器をつけてます。はい、誰かっていうと、まあ、美坂美琴とかですね。美坂美琴じゃなくてもいいんですけど、美坂美琴は、スキブ、チーム HP、樹脂持ってて優秀です。はい。まあ、ただ、一応ね、全然代用はいくらでもできまして、アグリゲートとかでもいいです。アグリゲートはスキブ2個樹脂ですね。あとは、無一郎とか、ユニコーンガンダム、しがらき、ゴーテン、ミリム、カイト、おやすみキティ、柴達屋&みゆきとかのね、もうほんとよくある火力盛りつけてあげればいいです。いつも通りでございます。あと、レベル4ですね。は、リタクレヘイストが来るんですね。で、リタクレヘイストのために、ミサカミコトつけとくと2ターンヘイストで強いよって感じです。おやすみキティとかもそうですね。はい。一応、レベル4は、タクですね。アテンが3分の1かなんかから出たら、リタクレヘイストが来ます。はい。という感じになっております。さあ、ってことで、アクセラレッタをここに2枚入れていきましょう。はい、アクセと。あ、これはいつも通りですね。はい。で、続いて相方です。相方もですね、はい、ここも、いつも通り、こちらでございますね。はい。セルティ入れていきます。はい。こちら、自動回復ですね。5ターンのスキルで自動回復と、上限解放60回放と指 1.5 倍でございます。結構指現象も来ますので、指返せるセルティ強かったですね。まあ、大体2階層にセルティループを開始するっていうのが、まあ、定石になってます。今回だとね。はい。指現象が2階層で来ることが多いので。はい。まあ、ただ別に指現象食らったとってですね、闇にコンボ組むだけなんで、別に死んだりはしないですね。はい。で、闇にコンボで激減55倍、4コンボ加算、HP 1.3 倍です。高耐久となっております。で、雲帯持ってるのも偉いですね。で、火力 10C5 個、無効貫通2つ。で、やっぱここも火力盛り武器をつけてあげてください。まあ、さっき名前出したんですけど、アグリゲート武器とかいいですね。今回そんなに必要 HP 高くないんで、アグリゲートみたいなね、スキブと 10C しか持ってない武器とかでも全然大丈夫です。まあ、代用候補さっき言った通り、美坂美琴とか、無一郎、ユニコーンガンダム、しがらき、ゴーテン、ミリム、カイト、おやすみキティ、柴達屋のみゆきとかで OK です。まあ、ほんと火力盛りいいよってことですね。はい。という感じになっております。ということで、まあ、とりあえずリダフレの紹介終わりまして、続いてです。続いてサブですね。もうテンプレサブとなっております。こちらでございます。はい。酒井雄二究極進化。こちら、サブ入れております。いつものやつ、スキブ4つ、チーム HP 2つ、樹脂4つ、無効貫通2つ、TG、火力が出る、軽減ループ、そして、自己エンハンス、上限解放となっております。やっぱ強いね。はい。今回も採用しております。で、今回武器なんですけど、武器はですね、闇属性追加してません。してもいいですけどね。今回使ってる武器が、
織姫武器となっております。冬スキブ三段ヘイストの武器ですね。冬スキブで唯一無二の三段ヘイスト。まあ、ただ別に5点とか使って闇属性追加三段ヘイストとかしてもらってもいいですし、別に何でもできます。はい。まあ、今回は織姫を使ったよというだけですね。で、まあ、もちろん織姫代用するんだったら、飛行星、ペネロペ、シズ、リムルとかの冬武器でもいいです。で、もちろん、さっき言った通りのね、闇属性追加火力盛り武器でもいいです。闇属性追加火力盛り武器だったら、まあ、ミリムとか、キュビレイ、5点、ガンビット、セルティ、サノス、ゼノアンド、シルバー、アクセラレータ、ノクタリア、ディアボロ、ロンベルク、織田信長、演武、ハロウィンネレとかいますね。はい。まあ、割と何でも大丈夫な枠となっております。はい。ということで、ここまでバッと説明しました。まあ、レベル3はですね、同キャラ禁止なんで、このリダフで逆にしてあげてください。で、残りのね、2枠が、まあ、ちょっと変わってくるところでございます。で、まず紹介したいサブがですね、こちらとなっております。ダブル吸収枠なんですけど、今回採用してるのが、こちらでございます。はい。ヘカテですね。ヘカテ、今回採用しております。ダブル吸収4ターンのスキルで一旦ダブル吸収4ターンなんで、まあ、ちょっと嫌だなと感じる方もいらっしゃると思います。で、これですね、本当にいくらでも代用可能な枠でございまして、まあ、ダブル吸収枠ですからね、そもそもダブル吸収が一番多いですから、まず、カルアミルクいいですね。あと、シオンとか、あと、ビルヘルミナ、ポロネ、ガンダムシュピーゲルとかでも OK となっております。本当もう何でもいいよって感じですね。はい。で、実はですね、レベル4ではヘカテを使ってないんです。というのも、まあ、ヘカテが神タイプしか持ってなくて、今回、レベル4がね、タイプ6以上必要というダンジョンになってますので、そのためにね、ここ実はヘカテは別のキャラにもしております。で、その別のキャラが誰かっていうと、こちらでございますね。はい。ポロネでございます。ポロネを採用しております。アシスト無効回復潜在のポロネですね。はい。あ、これですね。はい。を採用しております。すいません。ちょっとこの武器は無視してください。これ関係ないです。これじゃなくて、シンプルにポロネ採用しております。タイプいっぱいあるんでね。はい。これを採用することによってタイプを満たすということもしております。はい。まあ、こちらか。ポロネか、ヘカテを今回は使ってるよと。まあ、ただ代用は同じです。ポロネも代用を聞きまして、まあ、例えばですけど、ゼノアンドシルバー、ヘカテ、カルアミルク、ハロウィンネレ、あとはシオン、イルミ、デスアーミーとかですね。はい、で代用することができます。まあ、どっちを使うにせよですね。はい、何を使うにせよ、まあ、ダブル吸収枠は割と、誰でも、はい、代用可能となっております。で、続いて、血内覚醒無効回復枠なんですけど、血内覚醒無効回復枠ですね、実は今回ですね、まあ、ちょっと高級なキャラクターを使いました。まあ、誰を使ったかっていうと、まあ、アクセラレータの動画で一回動画投稿したんですけど、こちらのキャラクターですね、使わせていただきました。シャマシュクルですね、これ交換可能なキャラクターなんですけど、まあ、作ってない人多いかもしれません。作ってない人はですね、安心してください。ラストオーダーとかでいいです。はい。まあ、一応、シャマシュクルは火力が出て、で、かつですね、血内覚醒無効が強いってキャラクターなんですけど、まあ、代用するんだったら、ほんといくらでもできまして、キャリバーン、ラストオーダー、フレイ、ミリエラ、酒井雄二、究極進化、キミルとかで OK です。で、シャマシュクル自体は進化スキルでね、遅延しながら進化なんですけど、もし代用して非変身のね、例えばラストオーダーとかにする場合は、裏のスキルを、まあ、変身と武器にしてあげるのがいいのかなという感じになっております。はい。まあ、で、まあ、ラスト、このシャマシュクルにつけている武器なんですけど、まあ、シャマシュクルにね、今回つけてるのが、これ闇属性、副属性ないですから、闇属性追加ということで今回5点武器をつけております。ただシャマシュクル自体は変身ではないですから、まあ5点にある必要はなくてですね、軽く盛りでよくて、キュベレイとかミリム、ガンビット、セルティ、サノス、ゼノ&シルバー、アクセラレーター、ノクタリアとかで OK でございます。あと、まあディアボロとかロンベルク、織田信長、エム、ハロウィンネルとかも該当しますね。はい、となっております。で、まあ5点そのままでね、ラストオーダーにつけてあげたらそれはそれで3体変装になりますから問題ありませんという感じになっております。で、もう一個ですね。はい。まあ、さっきのダブル吸収枠の武器です。まあ、ヘカテとポロネで、ヘカテは裏のスキル使って、ポロネは裏のスキル使わないからちょっと違うんですけど、まずヘカテにつけてる武器ですね。何つけてるかっていうと、学園イナをつけております。チーム HP、スキブ2個、3ターンヘイストですね。で、ヒュテ変身のためのヘイストでございまして、まあ、ヘイストだったらいいので、まあ、ドフラミンゴとか、ウルバニー&マグニット、あとはミリム&リムルですね。あと、シャドウムーン、リュウ&ケンとかで OK でございます。まあ、ヘイスト。武器をつけてあげてください。ヘガテにはね。で、対するポロネですね。につける武器なんですけど、ポロネには今回嫁、ベルセポネつけております。これはね、チーム HP、スキブ2個封印、毒耐性の武器で、まあ、毒耐性はどうでもいいので、スキブ2個封印とチーム HP あればいいかなって感じ。アキネ、嫁ゼラ、バレリゼットはもう完璧ですね。あとはヘラルダとか、ラン、ウメマロ、リーチェ、タンジロー、あとは、イルムとか、バレービーナス、TB ハック、バレアキネとかで OK でございます。はい。という感じになっております。まあ、武器、
つけてあげてください。結構割と自由枠です。本当ダブル九州枠は本体も武器もかなり自由度高いと思ってください。はい、って感じになっております。であと結構注意点なんですけど、こちらシャマシュクルですね、まあ、さっき言った通り火力盛りでいいんですけど、レベル3だけちょっとね武器変えております。変えてるっていうか共通だけど変えてます。ミリム武器をつけてます。なんでミリム武器つけてるかっていうと、まあ、レベル3が多次元ベースなんですよね。でボスが闇ユリシャなので、闇ユリシャ対策で覚醒無効陣のミリム武器をつけてます。まあ別にでも実は動画プレイ動画では使ってないです。闇ユリシャ出てないんでね、困らなかったんですけど、まあ、闇ユリシャが一番めんどくさいんで対応しておくとねいいかなと思います。ということでミリム武器をレベル3つけております。はい、まあ、という感じになっております。はい、これでね本体とサブ紹介全部終わりました。それではですね、続いてプレイ動画の方を見てもらおうと思います。何度も言いますけど、基本的にはほとんど全て共通編成になっていて、でレベルごとにちょっとだけ変えてるって感じですね。まあ、レベル1と2はもう完全に一緒で、で2から3に行くときにですね、まずリラフレ逆にしないと同キャラ禁止だからダメで、あとさっきレベル3で言ったところで言うと5点の武器ですねをミリム武器に変えてるよ。でなんでかっていうと闇ユリシャ対策だよって話をしました。はい、でレベル3から4に行くときはですね、タイプの都合上タイプを増やさなきゃいけないんで、ヘカテをポロネに変えてるよってことですね。でそれに伴ってポロネの武器ですね、ヘカテの武器とペカテとヘカテの武器、ポロネとポロネの武器で入れ替わってるよって感じになってます。はい、ということでこれで編成紹介終わりましたので、それでは続いてプレイ動画見てください。どうぞ。さあということでやっていこうと思います。まずは灼熱チャレンジレベル1でございます。超高度回復力100分の1でございます。超回復力下がります。ただアクセラレーターは自動回復ループなんで何の関係もありません。はい、ということで1回走なんですけど、シャマシュクル、織姫、セルティ、アクセラレーター2枚変身でイナ撃ってで倒していきましょう。でこの時ですね、セルティループ開始しない方がいいです。今回動画ではしてしまってるんですけど、次の回数指現象来る可能性あるので残しておいた方がいいですね。はい、まあ、ということで殴っていきましょう。でちなみになんですけど、これねシャマシュクル、まあ、交換可能なんですけど、これラストオーダーでも大丈夫です。シャマシュクルまだ作ってないよって方はですね、全然ラストオーダーでも問題ありません。はい、ということで続いて2階層でございます。2階層ここセルティ打ってで2パンしてあげてください。今回ですね動画ではもうセルティ打っちゃってますので指銀賞食らっちゃいました。まあ、ただ別にですね最悪10コンボいかなくても倒せるぐらい敵柔らかいのでそんな問題はないですね。はい、ということで酒井雄二ループ開始しました。で闇にセットプラス2コンボ組んでください。はい、で見ての通りね9コンボなんですけど全然削れます。はい、それぐらい敵は柔らかいですね。レベル1はですね神秘がベースになってるダンジョンでございます。はい、ということで攻撃受けましたらアクセラレーターを打ってで T 字と2コンボ組んであげてください。はい、あてか闇にセットと2コンボ組んであげてください。はい、でまた9コンボでしたけど全然大丈夫でした、突破できましたってことで3階層でございます。はい、3階層も超根性持ちなんでね2パンしてあげてください。はい、行きましょう。はい、雲帯関係ありません。はい、アクセラレーターを打ちます。よし、で、はい、闇にセットとプラス2コンボ組んであげてください。はい、勢い余ってねスマホがずれましたね。はい、社長根性まで削って攻撃を受けてで、これ100分の1ね結構でかいですよ。これ回復力100分の1ね、アクセラレーターは関係ないですけどシャナとか使おうとしてもなかなか、まあ、相当回復力もらないときついかなって感じなんで、アクセラレーター最強ですね。はい、でそのままレベル3レベル4も勝てちゃいますからね。はい、ということでさあ倒していきましょう。はい、続いてでございます。続いては4階層ですね。4階層ここアクセラレーター打って2パンしてあげてください。でここでルーレットがもらえます。はい、これルーレットありがたいと思ってください。はい、これ超根超根でルーレットくれます。はい、アクセラレーター打ってセルティとでこれでやっと指現象も返せましたね。まあまあ困ってなかったけど。はい、さあ闇にセットプラス2コンボでまずは超根超まで削っていきます。はい、といいですね。で、はい、攻撃を受けるんですけど、この時に真ん中にルーレットをくれます。はい、ルーレット。さあ、ではアクセラレーターを打って、で、倒していきましょう。はい、T 字組んで闇にセットプラス2コンボと。で、突破していきます。で、次の回想ですね、闇花火が来る可能性があるんですけど、ここでルーレットもらえるからね、対策不要となっております。はい、ということで5回想でございます。はい、と。さあ、宝玉階層ですね。まあ、これ、闇の敵が出れば闇花火になるんですけど、ルーレットあるから大丈夫と。はい。では、アクセラレーター打って、酒井雄二軽減ループ。はい、殴っていきましょう。はい、闇1コンボ2コンボ、はい、もう1コンボと。はい、OK ですと。ということで、
さあ、殴って突破していきましょう。4コンボ組んで10コンボですね。はい、初根性まで削ります。はい、とよしで、攻撃を受けたらアクセラレーターを打ちまして、はい、では殴っていきましょう。闇くんで、はい、1コンボ2コンボ3コンボ4コンボと、はい、10コンボで倒していきましょう。はい、とよし、はい、突破いたしまして、続いてでございます。続いては6階層ですね。6階層ここシンプルワンパンしてあげてください。はい、とさあ、暗い目覚めアクセラレーターを打ちます。はい、では行きましょう。 T 字組んであげて、で回復組んであげて、よしと、はい、突破していきます。はいはいはい、いいですね、突破。続いてでございます。続いては7階層ですね。7階層ここ2択です。サラスバティアリアンいます。サラス出た場合シャマシュ打ってください。シャマシュ来るですね、まあ、ラストオーダーでもいいです。学生の子解除して、でアリアンの場合はですね、ただワンパンするだけですね。はい、倒していきましょう。はい、闇2セットプラス2コンボと、はい、組んであげてね、これで倒していきます。はい、よし、突破していきまして、続いてですね、続いて8階層、ここも2択でございます。カンナとエスカマリ出ます。カンナ出た場合はヘカテ打ってダブル吸収、エスカマリもワンパンでございますね。で倒していきましょう。はい、アクセラレーターを打ちます。ヘカテ打ちます。はい、行きましょう。はい、闇2セットプラス2コンボと組んであげて、はい、倒していきましょう。よし、突破でございます。ということで、続いては9階層ですね。9階層ここアウストラリスとサリアがいます。アウストラリス出た場合ヘカテ継続、もしくはヘカテ打って倒してあげる。サリアはワンパンでございます。はい、では行きましょう。アクセラレーターを打ちます。はい、さあ、では暗闇があるのでちょっと意識しながら、はい、無効貫通を組みつつ、はい、と完璧でございますね。さあ、無効貫通と闇のもう1セットと2コンボで10コンボでワンパンですと、固定ダメージで超根性は飛びます。はい、ってことで続いては10階層でございます。10階層も2択ですね。高み結びとシトリーがいます。高み結び出た場合はシャマシュ打って突破、シトリーワンパンでございます。さあ、では行きましょう。はい、と究極酒井雄二、軽減ループ打ってアクセラレーター打ちまして殴っていきましょう。はい、さあ、で無効貫通なんでね、また無効貫通を組んであげましょう。で、はい、闇の2セットプラス2コンボ組んで、はい、 OK です。では倒していきましょう。はい、ワンパンでございます。ということで続いては11階層でございます。11階層ね、ここはただワンパンしてあげれば OK でございます。敵ね、回復消せないとかしてきますけど、はい、こっち回復消さないですから、自動回復ですから、なめんなということで、はい、そのままなぎ倒していきましょう。はい、さあ、闇以外の1コンボ組んで、はい、闇2セットプラス2コンボですね、まあ、闇3セットですけど組んでおります。これで倒していきましょう。はい、 OK です。ということで続いてでございます。12階層ボスですね。で、ボスも特に関係ありません。ただワンパンしてあげれば OK でございます。はい、と、さあ、では行きましょう。はい、で、アマツタンでシャマシュクールで消せない覚醒無効を解除して、まあ、消せないですね、解除して、で、はい、いつも通りループして殴っていくと。さあ、で、無効貫通なんでね、無効貫通組んであげましょう。はい、と、無効貫通組んで、で、はい、さあ、無効貫通ミスりましたと。はい、まあ、いいでしょう。別にね、これワンパンできますので、あの、落ち着いてやればいいですね。はい、さあ、ではアクセラレーター打ちまして、また殴っていきましょう。さあ、はい、無効貫通を組みます。はい、で、闇の2セットプラス2コンボを組みまして、はい、完璧ですね。では倒していきましょう。はい、 OK です。ワンパン。続いてでございます。13階層最終階層ですね。ここ3択でございます。はい、三択で、ここまず木がね、オーソドックスですね。これ削るだけ。で、闇も削るだけです。はい。てか、まあ、闇は攻撃もしてきませんね。で、水の敵出た場合、超根性後ダメージ吸収、シャマシュ、食って、ヘカテ打って倒すって感じになってます。まあ、今回一番ね、オーソドックスな木が出てくれたんで、はい。はい。ということで、ミスりましたね。闇2セットプラス2コンボで、無効貫通が組めませんでした。はい。てか、まあ、2セット組めて、4コンボ組めてなかったからね。組もうとしたんですけど、崩壊して終わりましたね。はい、まあ、いいです、投げていきましょう。アクセラレーターを打ちますと。はい、で、敵が確かこれ50億無効かなんかだったんで、
はい、回復通ってますね。はいと。よし。さあ、では、しっかりと闇の2セットプラス2コンボ組んだんですけど、またも無効貫通を失敗すると。はい。まあ、落ち込んで殴っていきます。はい。やっぱ火力通ってますね。上限解放してないやつはね、火力通ってるってことですね。はい。さあ。ということで、いきます。酒井雄二、打ちまして、アクセラレーターを打ちまして。さあ、殴っていきましょう。はい。さあ、今度こそ3度目の正直無効貫通を組みたいところですが、はい、OK ですね。ついに組めましたね。はい。闇の2セットプラス2コンボ無効貫通で、しっかり確実にワンパンしておしまいでございます。ってことでよかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いいたします。立ち回り、こんな感じになっております。はい。続いて、共通編成ですので、レベル2やっていこうと思います。さあ、続いて、灼熱チャレンジレベル2でございます。レベル1と同様の回復力100分の1超高度を持っておりますので、さっきと同じ編成を使っております。もうね、そのまま共通編成ですね。はい。ということで、まず1回層なんですけど、シャマシュクル打ちまして、織姫、セルティ、アクセラレーター2枚打ち。で、イナ打って3ターンヘイスト。で、3ターン待った後に倒すという形になっております。ワンパン可能でございます。で、さっきと同様ですね、シャマシュクルはラストオーダーで OK。でございます。一応ね、シャマシュクルも交換可能ではあるんですけど、まだ作ってない方とかもいらっしゃると思うんで、そういう方はね、全然ラストオーダーで特に問題ありません。はい、むしろラストオーダーの方がね、裏のスキル使えたりするというところもありますので、何の問題ないですね。はい、で1回層ね、ここ3ターン待つので、アクセラレーターの二色陣ですね、闇一つ消しで1コンボしてください。はい、さあ、ってことで1コンボ終わったら、アクセラレーターと究極酒井雄二打ちまして倒していきましょう。はい、OK ですね。闇にセットプラス2コンボ。光の敵がね、超根性残ってるんですけど、固定ダメージで飛んでいくので問題ありません。はい、ということで突破していきましょう。今回ね、このレベル2は4次元ベースとなっております。はい、ということで2階層ですね。2階層、ここはセルティ打ってあげてください。で、闇吸収はヘカテを打ちまして、で、倒していきましょう。はいと。さあ。では、行きます。はい。さあ、セルティ打って、で、指現象を返して、で、ヘカテで、はい、ダブル吸収。まあ、闇吸収が出たから打っただけですね。闇吸収出てなかったら打つ必要ないです。はい。で、T 字プラス、闇2コンボ、プラス2コンボ組んでおります。はい、これでワンパンしていきましょう。はい、OK でございます。よし、突破と。いうことで続いてです。ちなみに闇麦はね、全体攻撃せずに闇麦だけを、削ってください。別に全体攻撃必須なパーティーじゃないんで特に問題ないですね。はい、闇麦は闇麦だけを先に攻撃して超根性削ってから倒すね。はい、まあ、4次元やったことある方は思い出してください。はい、ということで3階層でございます。3階層ね、ここダメージ吸収なんですけども、ダメージ吸収ヘカテ、さっきの階層ちょうど闇吸収来てね、打たされちゃったので、はい、耐久して待っていきましょう。はいと。さあ、ではアクセラレーターを打ちまして、さあ、でこれね、全体消ししないようにパズル組んでおります。左右両方とも倒しちゃうとね、真ん中怒ってしまうので、ここね、待ってるよっていう形になっております。まあ、これもあれですね、さっきの闇麦のところと同じでございますね。単体攻撃してでってことでございます。まあ、闇麦の場合は単体攻撃で闇麦を削るんですけど、今回はダメージ吸収の敵を単体攻撃してスキルを貯めてるという形でございます。はい、さあ、ということで、今ね、全体攻撃したのは、ちょうど次がヘカテ溜まるターンだったからですね。はい、ということで、アクセラレーターヘカテと打ちまして、闇にセット2コンボ組んでいきましょう。はい、OK でございます。闇にセットプラス2コンボで突破していきましょう。左もね、ちょっと削っといたんで、しっかりと倒せまして、はい、OK 突破でございます。で、続いてなんですけど、4階層ですね。ここもダメージ吸収なんですね。はい、ということで、ヘカテね、3連続使わされるので、もう1回溜め直しが必要でございます。はい。で、ここは、アシスト目を置きますので、L 字組んであげてください。今回ヘカテにね、アシスト目をついてますので、闇の L 字。まあ、あれば水の L 字でもいいです。で、アシスト目を回復していきましょう。はい、では行きます。L 字組んで、L 字組んでと。はい、で、闇にセットでいいんで、他のドロップは不要です。はい、アシスト目を回復して、攻撃を受けて。はいと。さあ、では。アクセラレーターを打ちまして、で、はい、殴っていきましょう。はいと。よし。はい。で、ヘカテ溜まりましたかね。あ、まだでしたね。もう一旦ですね。はいと。よし、攻撃受けて、アクセラレーターを打ちます。アクセラレーター。はいと。よし、で、闇にセットと。
はいはいはい。耐久していきます。よしと。さあ、で、兵家庭溜まりましたね。では、倒していきましょう。ロックサイス。はいと。さあ、アクセラレーター撃って、で、兵家庭を撃ちます。はいと。よし。さあ、では、闇2セットプラス2コンボ組んで突破していきましょう。よしと。さあ、ということで続いては5階層でございます。はい。5階層ですね。はい、ここも懐かしい階層でございますが、はい。魔女階層です。で、これもワンパンでいきますので、ワンパンしちゃってください。はい。行きましょう。アクセラレートを打ちます。4ターン待ってくれるんですけど、特に待つ必要はありませんので、はい。闇にセットプラス2コンボ組んで殴ってあげてください。はい、と、ワンパンでございます。ってことで、続いてですね。はいと。さあ、続いて6階層。6階層ですね。ここは、ツーパンしてあげてください。はいと。さあ、アクセラレーターを打ちます。で、セルティの自動回復も打ちます。はい。闇 2コンボプラス、はい、他コンボ2コンボですね。はい。よし。さあ、水目覚めがものすごい効いてますが、これで突破していきますと。はい。OK です。よし。で、マジックガード。はいと。さあ。では、行きましょう。アクセラレーターを打ちます。よしと。さあ、では、組んでいきましょう。急コンボ吸収ですからね。いつも出ることは変わんないですね。昔ちょっとこの階層も苦労したような思いがあるんですけど、今はね、6コンボ加算ですからね。場面4コンボで10コンボですから。良いです。はい。続いて、7階層でございます。7階層、ここはシンプルワンパンしてあげてください。はいと。さあ、行きましょう。はい。究極社会有事撃って、アクセラレーターを撃ちましてと。はい。では行きましょう。さあ、闇を取り出して、無効貫通にして、で、プラス2コンボにして無効貫通と。はい。OK ですと。ということで、ワンパンでございます。はい、オッケーですね。ということで、続いてでございます。はい、続いて、8階層ですね。8階層、ここただワンパンしてあげればオッケーでございます。はいと。よし。はい、攻撃受けて、ロックもね、昔はね、これ苦労したんですけどね。はい、今はもう関係ないですね。ロック解除ループですから。はい。さあ、ではしっかりと闇を組んであげて、はい、OK ですね。闇2セットプラス2コンボ組んでおります。まあ、闇3セットだけどね。で、しかも無効貫通まで組んじゃって、ゴリゴリに火力出しております。はい、ワンパンです。ということで、続いてでございます。はい、続いては、9階層ですね。9階層、ここ、ネフティス出た場合は、一旦待ってあげてください。で、闇吸収以外で突破することになります。その他の敵が出た場合は、ワンパンするだけでございますね。はい。ということで、さあ、アクセラレーターを打ちまして、で、今回のパーティーですね、クライミー別に対応しておりませんので、はい、真ん中消してあげてください。まあ、そもそもね、アクセラレートで左右はね、確定してますから、闇ドロップとね、そんな問題はないかなと思います。はい、ということで闇吸収が来たので、さあ、殴って突破していきましょう。アクセラレーターを撃ちますと。はいと。よし。で、セルティも撃ちます。さあ、ドロップ確認して、で、1セット、はい、T 字、はい、OK でございます。ということで、しっかり10コンボ組んであげて、さあ、落ち込みがすごい乗ってます。さあ、突破していきましょう。はい、OK です。ということで、続いては10階層です。インドラ、ブリトラ階層ですね。インドラ出た場合、ワンパン。ブリトラ、シャマーシュプル、打ってください。で、倒していきましょう。はいと。さあ、ってことで、ブリトラ出たんでね、シャマーシュプル打って、消せない覚醒無効回復してください。ラストオーダー採用してる場合は、ラストオーダーですね。はい。で、アクセラレーター打って、はいと。さあ、で、あとは分割してあげてと。はい、OK ですね。倒していきましょう。はい、はいと。よし、落ち込まなって。あ、で、クライミングも消えましたね。一度前からね。はい、ワンパンです。続いてでございます。11階層ですね。11階層2択ね。木と光がいます。木出た場合、指原子を注意して削るだけ。光の方、ルーレット注意して削るだけとなっております。はい。では、行きましょう。アクセラレーターを打ちます。まあ、ここで無効かつ決められたらですね、激アツなんですけど、まあ、厳しいと思いますので、はい、ここは一旦諦めでいいでしょう。はいと。よし。さあ、ということで、あとは殴っていきましょう。はい。究極酒井雄二打って、で、アクセラレーターを打って、はい。では殴っていきます。はい。
で、あ、耐久しておりますね。はいはい。よしと。さあ、あ、で、結構削りましたね。75バーでなんでね。はい。よし。で、ルーレットと。さあ、で、指現象も来ました。まあ、ちょうど次かな。セルティ溜まるのがね。はいと。1コンボして、はい、セルティ打って指現象を解除して、さあ、で、アクセラレーターを打ちますと。はい。で、殴っていきましょう。はいと。よし。いいですね。さあ、ちょい削っております。さあ、で、1コンボして、あと1になったらアクセラレーター打って突破していきましょう。で、これは闇を持つのがいいかなと思いますね。どうやっても無効貫通組むときにルーレット2個挟まるので。はい、そんなことはないですね。はい、あ、ここに組めばそんなことはなかったですね。はい、ということで、闇2セットプラス2コンボ組んで殴っております。真ん中に組むのがね、いいですね。はい。ということで、突破でございます。さあ、ということで、12階層でございます。12階層ここ3択ですね。メタトロン出た場合、超根性まで削った後パズル教室があります。パイモンはワンパン、エスカマリもワンパンですね。はい。ということで行きましょう。アクセラレーターを打ちますと。さあ、では T 字組んで、闇2セットプラス2コンボ組んで、まずは超根性まで削っていきましょう。はい、OK です。削ってと。よし。さあ、パズル教室ですね。はい。さあ、行きましょう。お邪魔と爆弾です。で、爆弾使ってもいいから、お邪魔を全部消すっていうね、やつでございます。久々ですね、これね。はい。よし。OK です。ってことで、しっかり全部消せました。さあ。では、突破していきましょう。これはね、不思議なことにね、パズル教室終わった後に自滅しないんですね。はい。先生があるからですね、次の回数ね。はい。自分で倒してね、ということで。さあ、アクセラレーター打って倒していきましょう。はい。闇にセットプラス2コンボで突破していきます。はいと。よし。いいですね。さあ、ということで続いてでございます。続いて13階層でございます。13階層ね、何択もいますけど、ただワンパンすればいいです。はい。誰が出ても同じですと。はい。では行きましょう。よし。アクセラレーターを打ちます。はい。で、はい、闇2セットプラス2コンボ組んであげて倒していきましょう。はい、OK でございます。よしと。さあ、では14階層でございます。14階層同じくワンパンしていきましょう。で、闇の方出てる場合は、シャマシュクル打ってね、消せない回復もしてください。はい、シャマシュクルはラストオーダーでもいいです。はい、シャマシュクル打ってと。で、はい、アクセラレータも打って、よし。闇にセットプラス2コンボ組んでおります。では、突破していきましょう。よし。いいですね、ワンパンですと。ということで、さあ、ボスまでやってまいりました。ボスもワンパンでございます。はいと。さあ、で、ヘカテドラのね、インナー溜まっちゃってますね。はい、アクセラレータを打ちます。はい。で、ヘカテの裏のスキルも打っておきます。あとでね、ダブル吸収使いたい可能性ありますからね。はい。さあ、では軽減もして。はい。では殴っていきましょう。はい、無効貫通組んで、あとは分割をしてあげて。はいと。よし、OK でございます。はい、ワンパンです。ということで、さあ、最終階層でございます。最終階層ね、見る、木、水、光の3択です。今回水が出てます。水は楽でいいですね。削るだけでございます。光も削るだけね。で、木だけ属性吸収来るんで、まあ、ヘカテあったら使ってねって感じでございます。はいと。いうことで、さあ、アクセラレーター打ちまして、はい、殴っていきましょう。無効貫通もないんでね、T 字組みながら闇2セットプラス2コンボで削っていけば OK ですと。はい、削ります。はい。で、またアクセラレーター打って、はい、T 字と闇の2セット2コンボですね。これで削っていきましょう。はいと。よし。はい。んで、攻撃を受けて、よし。ではまたアクセラレーター打って倒していきましょう。
はいと。さあ、IT 軸んで、闇にコンボと。はい。で、コンボ。はい。殴っていきましょう。よし。さあ、アクセラレーター。さあ、T 字プラス2コンボ。はい、OK ですと。いうことで、これで倒しておしまいでございます。はい、よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。立ち回りタイム、こんな感じになっております。はい。続いて、内容解説をいきたいんですけど、レベル3もね、ほぼ同じ編成なので、このままレベル3やろうと思います。さあ、ということで続いては、灼熱チャレンジレベル3やっていこうと思います。こちらのダンジョンは同キャラ禁止となっておりますので、さっきの灼熱チャレンジレベル1、2で使った編成のリダフレを逆にしております。で、それでもいいんですけど、さらにですね、一箇所だけシャマシュクルの武器ですね、をミニム武器に変更しております。実はプレイ動画はね、ミニム武器じゃなくて、レベル1、2のままにしてあるんですけど、これね、なんでミニム武器に変えたかっていうと、今回多次元ベースなので、闇ユリシャの対策で変えました。ただ、まあ、闇ユリシャ絶対出るとも限らないし、別に、まあ、変えても変えなくてもいいですよって感じですね。闇ユリシャ対策で、覚醒無効とジンができればいいかなって感じです。はい。ということで、まず1回そうなんですけど、シャマシュクル打ちまして、織姫、アクセラレーター2枚変身、セルティ変身、イナ打って、で、2番していきましょう。はい。ということで、まず超根性まで削って、で、またアクセラレーター打って、闇にセットプラス2コンボ組んであげれば OK でございます。はいと。さあ、では行きましょう。アクセラレーターを打ちます。で、闇にセットプラス2コンボですね。これで突破していきましょう。はい、OK ですと。で、セルティのね、ループはまだ開始しないでください。まあ、そもそも溜まってないと思いますけど、はい、溜まっていてもですね、まだ打たないでください。で、次の回数、指現象来る可能性ありますから、このタイミングでセルティーループを開始してください。で、覚醒無効来る可能性もありますから、覚醒無効はシャマシュクル、もしくはラストオーダーで返してください。はい、今回もね、シャマシュクルはラストオーダーでも OK でございます。まあ、シャマシュクルね、ここは可能なんですけど、まあ、作ってない方も結構多いと思うんでね、まあ、全然特に、ラストオーダーで問題ないです。支障なしって感じね。あ、むしろ、ラストオーダーの方が、焦点、裏のスキル使えるんで、まあ、やりやすいかなってところすらありますね。HP も増えやすいしね。はい。ということで、さあ、ちょこんちょまで削りまして、で、倒していきましょう。はい、と。さあ、では、いきます。アクセラレーターを打ちます。はい。で、闇にセットプラス2コンボですね。これで突破していきましょう。はい、はい、と。よし、OK です。続いてでございます。はい。さあ、続いては3階層ですね。3階層ここはただワンパンしてあげれば OK でございます。はいと。さあ、回復決断が来たりしますが、あんま気にする必要なく。いきました。さあ、では、殴っていきましょう。はい、アクセラレーターを打ちます。んで、はい。闇にセットプラス2コンボ組んであげて、超根性まで削っていきましょう。相変わらず多次元は超根性多いですね。やっぱやってるとね、感じますね。はい。さあ、羽ばたきアタックと。攻撃を受けて。はい。さあ。では、アクセラレーター打って倒していきましょう。ただ昔苦労した感じはないですね。はい。すごい楽な感じがしますね。はい。ということで、闇にセットプラス2コンボ組んであげて、これで倒していきましょう。はい。もう、雑魚敵はね、もう左右の闇は崩さずに、真ん中で2コンボ組むのさえ考えてればいいと思います。はい。続いては4階層です。4階層、ここはですね、まず無効貫通組んであげてください。で、その後、ヘカテン打って無効貫通で OK でございます。はい。では行きましょう。アクセラレーパを打ちます。はい。さあ、では、無効貫通組んであげて、闇にセットプラス2コンボ組んであげて、はい、殴っていきましょう。よしと。さあ、これで真ん中は超根性まで、右は倒して、左ダメージ吸収だから残ってますけど、次ヘガテ打って倒していきます。はいと。さあ、行きましょう。酒井雄二打ちます。で、アクセラレーターを打ちます。はい。よしと。さあ、で、ヘガテも打ちます。さあ、殴っていきましょう。よしと。はい、1コンボ組んで、さあ、T 字組んで。で、これあれですね。ちょうど無効貫通なかったんですね、盤面にね。だから、とりあえず左だけ倒したって感じでございますと。はい。さあ。では、行きましょう。これね、倒さないとね、こうなるんですよね。そうなんですよ。はい。
まあいいです。別に。もう一回殴っていきましょう。はい、アクセラレーターを打って。はい、と。よしと。さあ、向こう貫通プラス2コンボ組んでおります。はい、殴っていきましょう。もう一回超根性持っていって。で、攻撃を受けて。よし。さあ、ではアクセラレーターを打ちます。で、闇があることを願いましょう。あー、1個、2個。2個ですか。はい。さあ、はい、無効貫通プラス2コンボと。はい、完璧ですね。では、突破していきましょう。はいと。よし。ってことで、さあ、続いては5階層でございます。5階層、ここもですね、ただワンパンすれば OK です。で敵ね、無効貫通なんでね、また無効貫通を組む必要があります。まあ、ロレットないんでね、別に無効貫通組むこと自体は難しくないですね。ただ、盤面に闇が必要と。はい。さあ、アクセラレーターを打ちましょう。で、闇がありますね。はい。さあ、では、しっかりと無効貫通を組んであげて、で、はい。闇の2セットプラス無効貫通2コンボ組んでおります。倒していきましょう。まあ、10個生成ですからね、アクセラレーターがね。12個あれば、9、3消しできますから。はい。盤面、真ん中に2個あればいいですね。だから次の盤面も無効貫通可能ってことです。はい。ということで、ホルス出ました。ホルスね、指減少していきます。注意してください。で、が出た場合は覚醒無効をシャマシクル打ってください。はい、ってことでアクセラレーター打ちまして、闇2セットプラス2コンボ組んであげて倒していきましょう。まあ、こっちはね、もう2コンボ最初組んでる状態でプラス2コンボ組むだけですから、まあ、早々パズル見せることもないでしょう。ということでワンパンしまして、続いて7階層です。7階層ですね、ここはただワンパンしてあげれば OK でございます。はいと。で、指現象もちょうどね、はい、セルティ溜まったんで返せます。はい、セルティ、指返して、で、アクセラレーター打ちまして、で、無効貫通組めるんで、無効貫通組んじゃいましょう。はい。さあ、2コンボ先に組んどいて、無効貫通組んで、はい、あとは適当に分割と。はい、OK です。で、闇のね、真ん中に残す努力をしました。はい。さあ、では倒していきましょう。ワンパンです。続いては、8階層ですね。8階層なんですけど、次ここで、次の階層でね、この次の階層で虚無が来る可能性あります。で、自動回復消される可能性あるんで、注意してください。で、ワンパンしていきましょう。安全を取るんだったらね、次セルティ打てるタイミングで突破するのが一番安全かとは思います。はい。さあ、ってことで、2コンボプラス、無効貫通組んで、はい、殴っております。よしと。で、闇はね、1個温存してますね。はいと。よし。では、殴っていきましょう。はい、ワンパンです。ということで、続いては、9階層でございます。9階層、ここ、バール出た場合、ワンパン。ラファエルは、虚無注意してください。自動回復消していきます。で、ワンパン。ルシファーは、超根性まで削った後、ヘガテ、撃って倒すという形になっております。はい。で、今回は、ルシファー出てますね。はい。さあ、回復四つ消し、分割しております。はい。謎の四つ消しでしたね。別に四つ消しである必要はないですね。はい。超根性まで削ります。で、次ですね。はい、ここヘカティン打って、ダブル吸収打って突破する形となります。はい。さあ。では、行きましょう。はい、アクセラレーター。そして、はい、ヘカティンと打ちましょう。では、闇にセットプラス2コンボ組みまして、はい、OK ですね。では、倒していきましょう。真ん中に闇を2個残しております。はい。パンパンと。ということで、続いては10階層ですね。10階層3択でございます。サラスバティ入れた場合は、シャマシュクル打って突破。もちろんラストオーダーでもいいですね。はい。入れてる方を使ってください。アスタロトは超根性まで削った後パズル教室。パンドラも超根性まで削った後パズル教室でございます。はい。では、殴っていきましょう。はい。無効貫通組んで。はい。OK ですね。さあ、闇にセット無効貫通組んでいきましょう。よしと。はい。OK です。超根性まで削って。さあ、で、パズル教室ですね。このパズル教室も懐かしいですね。はい。さあ。毒ドロップを全部消すってやつですね。はい。まあ、これいろいろやり方はあると思います。はい。OK ですと。まあ、毒は1個ぐらい消しても大丈夫です。はい。ということで、さあ、突破いたしました。続いては11階層でございます。11階層、ここ、クリシュナ出た場合は、遅延注意して、ヘカテ打って倒す。ビシュヌもヘカテ打って倒すという形になっております。はい、では行きましょう。さあ、究極酒井雄二を打ちまして、さ
ました。で、アクセラレーターも打ちまして、はい。で、セルティも打ちまして、はい。で、スイカヘガテも打ちましてと。さあ、では行きましょう。はい。闇の2セットプラス2コンボ、3コンボ、4コンボ組んでおります。はいと。よし。では、突破していきましょう。ということで続いてです。12階層でございます。12階層も2択ですね。ベリアル出た場合、指現象起きますので、注意してください。で、闇の L 字組みながら突破。アモンも闇の L 字でございます。はい。さあ、ということでね、セルティも打ったばっかりなんでね、指現象食らっちゃいましたね。まあ、ただ別にそんなにきつくはないです。この指現象ね。はい。では、L 字組みながら、はいと、2セット、2コンボ組んであげてください。はい、OK ですね。では倒していきましょう。問題なしと。いうことで、続いてでございます。13階層ですね。13階層、ただここワンパンしてあげれば OK でございます。ここもね、もう余裕でワンパンできますから、そんな恐れることはないですね。はい。さあ、では行きましょう。アクセラレーターを打ちますと。はい。では、向こう貫通を組んであげて、あと適当なコンボを組んで、闇は2個ね、真ん中に温存しておきます。はいと。よし。さあ、ではワンパンしましょう。続いてです。14階層でございます。14階層ですね。ここ、火、水、光います。火の液ドナ出た場合は、シャマシクル打ってワンパン。で、水、液ドナ出た場合、削るだけ。光、液ドナ出た場合は、ヘカテ打ってください。はい。で、ヘカテさっき打ったばっかりでね、まだ溜まってませんので、ヘカテ待ちになっております。まあ、その頃にはちょうど闇吸収じゃなくなってる可能性もありますね。はい。さあ。ということで、無効貫通貼りまして、よしと、開きましたね、闇吸収がね。はい。では、アクセラレーター打ちまして、で、ヘカテ打ちましょう。で、倒していきましょう。はい。さあ、はい。闇の向こう貫通組んで、はい、OK ですね。で、闇温存しました。これで殴っていきましょう。はい、OK です。ということで、ワンパンですね。続いてでございます。はい。続いて、進化前ボス、ユリシャ、進化前でございます。まあ、最近、ユリシャね、そういえば、ミリムの、サブで見るようになりましたからね。久々でもないですね。はい。ということで、ワンパンしていきましょう。はい。アクセラレーターを打ちます。セルティも打ちますと。はい。行きましょう。はい。向こう貫通を組んで、で、闇はね、ちょっと温存気味で。はい、OK です。さあ、闇2個温存のワンパンしていきましょう。わっと落ち込みがすごいですね。あ、闇が消されましたね。まあ、暗闇の中に闇があることでしょう。はい。ということで、16階層、最終階層までやってまいりました。3択でございます。で、ここの3択ですね。木、光、闇と言います。で、木ユリシャの場合、コンボ吸収注意して削るだけ。で、光ユリシャの場合は、アシスト目を送るから、闇の L 字組みながら削るだけ。で、闇のユリシャ出た場合、半分時、ミリム打てるタイミングで、超根性まで削った後、半分後はミリム打ってください。覚醒無効と、ジンですね。はい。で、対応するという形になっております。はい。さあ、ということで、まあ今回は光なんで、アシスト無効を回復して、で、殴るだけですね。もう申し訳ないですけど、めちゃめちゃ楽です。はい。まあ闇許しは結構めんどくさいですね。はい。よしと。さあ、では行きましょう。はい、無効貫通組んであげて、はい、闇の2セットプラス無効貫通と。よし。はい。突破していきましょう。OK です。はい。さあ。ってことでおしまい。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。立ち回りタイム、こんな感じになっております。はい。続いて、代用解説、一旦やろうと思います。1から3までの代用解説でございます。どうぞ。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、アクセラレータに美坂美琴、アクセラレータに美坂美琴、協力坂井雄二に彦星、シャマシュクルに豪天、ヘカテイに学園イナ、セルティにアグリゲートです。必要 HP 約16万程度ですね。多ければ多いほど良いです。必要スキブは34、バッチ、HP 15% バッチですね。リダフレ逆 OK でございます。レベル3ではね、同キャラ禁止なのでリダフレ逆にしてます。で、武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP10 個と闇属性追加が必要です。で、美坂美琴、こちらはスキブとチーム HP と10C 役割ですね。スキブ HP 火力とリダフレヘイストに注意して火力盛りで OK です。代用候補はアグリゲートと同じですね。で、アグリゲート、こちらはスキブ2個の 10C が役割です。スキブ火力リダフレヘイスト注意して火力盛りで OK で、無一郎とかユニコーンガンダム、しがらき、ゴーテン、ミリム、カイト、おやすみキティ、柴達也&みゆきとかで OK でございます。
そして織姫、こちら式部と非水光泥鏡と非軽減と浮遊と3ターンヘイストが役割ですね。式部弱化、非軽減と火力とヘイストに注意して火力盛りで OK で、彦星とかペーネロペン、シズ、リムルとかおすすめでございます。そして5点ですね、こちら式部とチーム HP と闇タコと樹脂と闇属性追加役割です。これレベル3ではですねミリムを採用しております。スキブ3チーム HP 樹脂闇属性追加と無人と覚醒無効ですね。なんでミリムにしてるかっていうとボスが3択で、で闇ユリシャの対策としてミリムに変えてます。それ以外だったら 5.で何の問題もないし、プレイ動画は実は 5.でやってます。でスキブ HP 火力注意して火力盛りで OK で、キュベレイとかミリム、ガンビット、セルティ、サノス、ゼノ&シルバー、アクセラレーター、ノクタリア、ディアボロ、ロンベルク、織田信長、エンム、ハロウィンネレで OK でございます。そして学園イナ、こちらチーム HP とスキブ2個と3ターンヘイストが役割です。初手編集のためのヘイストですね。 HP ヘイストに注意してチーム HP プラスヘイストで OK で、ハロウィンパイモンとかウルバリン&マグニート、ドフラミンゴ、ミリム&リムル、シャドウムーン、リュウ&ケンとかでOK でございます。で本体代用のための役割、究極酒井雄二、こちらスキブ4のチーム HP 火力枠軽減と自己エンハンスと上限解放役割です。スキブ HP 火力注意して軽減で OK で、ゴブタとか大吟醸、正月チュアン、デンジ&マキマ、ハロウィン恐竜、ハロウィンチャコルとかで OK ですね。ヘカテ、こちらはスキブ6のチーム HP 高 HP とダブル吸収と泥強役割です。スキブ HP に注意してダブル吸収で OK で、カルーアミルクとかシオン、ビルヘルミナ、ポロネ、ガンダムシュピーゲルとかで OK ですね。レベル4ではここポロネに変えてます。タイプ6以上必要ですからね。はい。で続いてシャマシュクルです。まあ、これ散々ね動画内でも言ったんですけど、シャマシュクルは特にラストオーダーとかでも OK ですよと。でスキブ4で火力枠で威嚇とリダフレエンハンスとリダフレ上限解放と消せない覚醒無効回復役割です。交換所キャラクターですね。スキブ火力注意して覚醒無効回復で OK で、キャリバーンとかラストオーダー、フレイ、ミリエラ、酒井雄二、キミルとかで OK です。ラストオーダーとかの非変身キャラに変えた場合はヘイスト武器をつけてあげてください。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いいたします。それでは続いてレベル4やっていこうと思います。レベル4もベースはほぼ同じ編成でございます。それでは見てください、どうぞ。さあということでやっていこうと思います。灼熱チャレンジレベル4でございます。ここタイプ6種類以上必要なダンジョンとなっております。だからねレベル1から3で使ってたヘカテが使えなくなって、代わりにポロネを入れて、でタイプを増やしてるってわけでございます。でずっとシャマシュクルーはラストオーダーでいいよって言ってるんですけど、今回も例外なくシャマシュクルーはラストオーダーで OK でございます。タイプの問題もありません。はい、ということで1回そうシャマシュクル打って、ポロネ打って、織姫打って、セルティ打って、でアクセラレーター2枚打ちまして、そのままワンパンしていきましょう。やめ2セットプラス2コンボですね。はい、で倒していきましょう。ということで続いては2回そうでございます。で今回のダンジョンは0次元ベースとなっております。はい、さあで2回そうはね超根性持ちですから2パンしていきましょう。はい、ということでアクセラレーターを打ちまして、で闇の2セットプラス2コンボを組んであげてください。はい、 OK ですね。これでまず殴っていきましょう。はい、 OK ですと。削って、で攻撃を受けます。はい、さらに攻撃を受けます。はい、とさあではアクセラレーターを打って、で愛坂井雄二の軽減ループも発動させて、では倒していきましょう。はい、とよし、で突破していきます。はいはいはい、いいですね。よし、突破。ということで続いてでございます。続いて3階層ですね。3階層ここはセルティ打ってください。で倒していきましょう。はい、とさあこっからセルティループ開始ですね。指銀賞が来るんで、ここでね、指延長ループしていくというところでございます。はい。で、回復現象関係ないですね。自動回復ですからね。はい。さあ、セルティーループ。で、はい、アクセラレータもループですと。はい、行きましょう。闇2セットプラス2コンボと。はい、いいですね。で、削っていきましょう。よしと。はい、超根性。で攻撃を受けて、でまた殴っていきましょう。懐かしいですね。ゼロ次元はラフィーネとか使ってましたね。はい、さあアクセラレーター打って、よし、はい、 T 字プラス2コンボと組んであげて、よしと。さあでは殴っていきましょう。いい、よしと。
いうことで、続いては4階層でございます。4階層、ここはポロネ打ってあげてください。で、倒していきましょう。はい、と、さあ、いきます。ポロネを打ちます。で、アクセラレーターを打ちます。よし、さあ、では闇にセットプラス2コンボ組んで倒していきましょう。よしと。はい、 OK です。突破です。ということで、続いてでございます。はい、続いては5階層ですね。5階層、同じくポロナ継続、ポロネ継続で、はい、ダブル吸収でね、殴っていきますね。で、正方形組んだ後にアシスト向こう来るから L 字組んでください。はい、ってことで、まずは向こう貫通を組んでいきましょう。さあ、いきます。真ん中はダメージ吸収、左が向こう貫通ですので、それぞれね、ポロネと向こう貫通は自力組みで対応しております。はい、いきましょう。よしと。はい、真ん中削りながら左右を倒します。で、アシスト向こうが飛んできます。はい、と。さあ、では殴ってあげましょう。はい、アクセラレーターを打ちます。では、行きましょう。よし、アシスト向こうを回復しながら、はい、と。よし、闇組んで殴っていきましょう。よし、突破でございます。ってことで、続いては6階層ですね。6階層、ここはワンパンしてあげてください。はい、と。さあ、昔はね、防御力高くてね、はい、ワンパンするのも大変だったんですけどね、このね、ゼロ次元はね、はい、単色だときついって話だったんですけど、もう関係ありません。はい、究極坂井雄二打って、アクセラレーター打って、ナギタ押していきましょう。セルティも打ちます。はい、では行きましょう。 T 字組んで、はい、と。闇にセットプラス2コンボ組んで殴っていきましょう。よし。はい、ということで突破でございます。続いてです。はい、続いては7階層ですね。7階層、ここはワンパンしていきましょう。はい、さあ、いきます。アクセラレーターを打ちます。はい、殴っていきましょう。 T 字組みながら闇にセットプラス2コンボ組んであげてください。はい、 OK ですね。では倒していきましょう。闇はね、真ん中にちょっと温存してます。はい、続いてでございます。はい、続いては8階層ですね。8階層、ワンパンしてあげてください。はい、さあ、ではいきます。アクセラレーターを打ちます。よし。で、アイヒー組んで、光組んで、はい、と。さあ、闇にセットプラス2コンボ組んで、これで倒していきましょう。はい、まあ結構ね、このゼロ次元はね、分岐が多いので、ちょっとめんどくさいですね。はい、さあ、ということで、続いてでございます。続いては9階層ですね。9階層、ここはルーレット注意してワンパンしてください。はい、さあ、行きましょう。はい、ルーレットです。アクセラレーターを打ちまして、殴っていきましょう。 T 字組んで、はい、闇にセットプラス2コンボをしっかり組んであげて倒していきましょう。はい、と。いいですね、突破していきます。ということで、続いてでございます。続いては10階層ですね。10階層、ここアテン出た場合はリーダーアクセラレーターで超根性まで持っていってください。で、その後リダフレヘイスときますから、アグリゲート打って、アクセラレーター打って、ミサカミコト打って倒すという形になります。ルシファー出た場合は超根性まで削った後、パズル教室、エスカマリンはワンパンでございますね。はい、ということで殴っていきましょう。よしと、向こうかつミスりましたか。はい、さあ、ミスってますね。はい、ただ、まあ、リーダーアクセラレーターで突破ですから、リーダーアクセラレーターで突破ですから問題ありません。はい、さあ、リーダーアクセラレーター、はい、 OK ですね。闇の2セットプラス無効貫通プラス2コンボ以上で、はい、これで超根性まで削っていきましょう。で、これでサブのアクセラレーターが使えるタイミングでね、リダフレヘイストを食らうことができます。はい、と。さあ、では食らっていきましょう。はい、覚醒無効で、アグリゲート、アクセラレーター、ミサカミコトの順番で打っていきます。はい。さあ、まあ、アクセラレーターとアグリゲーターどっち先でもいいですけどね。はい。アグリゲート打って、まあ、空打ちですね、して。で、はい。シャマンシュクルも打って、で、アクセラレーターを打ってから、ミサカミコトですね。はい。これで、アクセラレーターループは続きます。安心してください。はい、では殴っていきましょう。よし。さあ、闇にセットプラス2コンボ組んであげて、これで突破していきましょう。はい、と。よし。はい、OK です、と。
いうことで、続いてでございます。続いては、11階層ですね。11階層、ここ、昨夜出た場合、指現象を注意してください。で、ポロネでダメージ吸収。で、闇の L 字組みながら倒していくことになります。はい。これですね、闇の L 字組むのは、ロック解除するからです。で、ロック自体はロック目覚めがあるので大丈夫なんですけど、敵が次の階層もロック目覚めしてくるんですね。で、先生が来ますので、先生が来ないように、ロック解除してるというわけでございます。で、ハクはポロネ打って倒してください。はい。ということで突破していきましょう。OK です。さあ、続いては12階層ですね。12階層、ここはポロネ継続で殴ってあげてください。はいと。まあ、ポロネ、そう、ポロネ継続でね、殴ってあげてください。ハク出ても、サクヤ出てもポロネ打ってますから、継続ですね。はい。さあ、では、サクヤ、サクヤじゃないや。はい、アクセラレーター打って。で、殴っていきましょう。はい、闇2セットプラス2コンボですね。これで倒していきます。よしと。はい、ワンパン。で、続いてでございます。はい。続いては、13階層ですね。13階層、ここもシンプルにワンパンしてあげてください。はいと。さあ。はい、攻撃受けたら、セルティを撃ちまして。で、はい。究極酒井友情を撃ちまして。で、アクセラレーターを撃ちまして。さあ、殴っていきましょう。まあ、HP 固定食らってるんですけど、あんま気にする必要はないですね。はい。ってことで、しっかり組みました。はい。闇にセットプラス無効貫通、プラス叩くコンボですね。はい。OK です。さあ、ワンパンということで、さあ、続いてでございます。もうボスですね。こっから、まあ、3回あります、ボス戦がね。はい。2段階進化ですから。で、まずは、闇の L 字組みながら削ってあげてください。はいと。さあ、アシスト無効です。なので、闇の L 字を組みながら削ってあげてください。はい、いきます。L 字プラス闇にセットの2コンボと。はい、OK です。はい、L 字組んでね。で、闇は内側に残そうとしました。はいと。アシスト目を全部解除して、はい、削っていきます。よし。まぁ、ちょっと削れつつ、ちょっとダメージ目を入れつつって感じになってますね。はい。さあ、では、アクセラレーターを打ちまして。はいと。さあ、闇にセットで殴っております。はいと。よし、いいですね。落ち込もらって、ちょい削り。はい、ちょいじゃないですね。だいぶ削りましたね。さあ、では、アクセラレーターを打ちましてと。よし。暗闇チェックして。はい、闇組んで。はい。で、闇組んで、プラス2コンボ組んでと。はい、OK です。闇にセットプラス2コンボ。無効貫通。はい。では、突破していきましょう。ということで、続いてでございます。続いてね、レベル2、第2段階ですね。まあ、ここはコンボ吸収注意して削っていくだけとなりますので、削っていきましょう。はい。いきます。ギャラクシーゾーン。超質量と。はい。さあ、では殴っていきましょう。15コンボ吸収ですね。はい。セルティ打って、アクセラレーターを打って、で、コンボ吸収ね、超えるように頑張っていきましょう。はい。闇組んで、回復組んで、闇組んで、はい。さあ、で、しっかり闇組んでと。いいですね。さあさあさあ、はい。盤面14コンボ、落ち込んが乗っても15でした。はい。惜しかったですね。あと1個落ち込んが来ればね。はい。よかったんですけどね。さあ、ということで、はい、14コンボ吸収になりましたね。で、今度は枝豆あるから、超えやすいですね。喉が枯れましたね。はい。酒井雄二打って、アクセラレーターを打って、殴っていきましょう。はい。闇組んで、キー組んで、はい、闇組んで、よしと。さあ、T 字でね、火力も上げながら、しっかりとコンボ吸収超えていきましょう。あ、14コンボ出したか？はい。ちゃんと落とせばよかったですかね。はい。また吸収されました。まあ、火力に余裕はあるんで、吸収されても問題はないですけどね。はい。続いて13コンボ吸収になりました。さあ、アクセラレーターを打ちまして、もう一回殴っていきましょう。さあ、暗闇もチェックしてね、しっかりと殴っていきましょう。で、余裕があるので、無効貫通も組んでおります。はい。枝豆たくさんありますからね。はい。ということで、14コンボ、15コンボ、16コンボ、17コンボですか。無効貫通組んで、18コンボですか。素晴らしいですね。はい。削りましたと。で、50% 立て。はいと。
さあ、では倒していきましょう。まあ、いけますね。ここまで削れればね。はい。アクセラレーターを打ちまして、殴っていきましょう。はい。キー組んで。で、はい。無効貫通を組みまして。はい、OK でございます。闇にセット無効貫通で倒していきましょう。はい、と。よし、突破でございます。ということで、最終階層、最終形態までやってまいりました。で、最終形態はですね、削るだけです。特に何もありません。ので、殴っていきましょう。半分字も特になりません。ほんと何にもないです。ただ殴るだけです。はい。さあ、行きましょう。はい、ロック目覚め。アクセラレーターを打って、で、無効貫通組めますね。盤面2個闇があれば、無効貫通組めますからね。10個生成だからね。はい、OK です。闇2セット無効貫通と。よしよしよし。はい、いいですね。ちょっと暗闇が多いですね。はい、削っていきます。あとちょっとで超根性でした。はい、と。よし。で、ルーレットです。セルティを打って、アクセラレーターを打って。ちょっと暗いですね、盤面がね。嫌ですね。はい。さあ、暗闇チェックです。しかも真ん中に、クライミングが偏ってるから、パズル自体も組みづらいですね。はいと。よし。ってことで、さすがにちょっとパズルはね、無効貫通は諦めておきましょう。まあ、ただ、諦めてもワンチャン削れるという説ありますね。いけちゃいましたね。素晴らしいですね。はい。ということで、さ、ルーレット。はい、攻撃を受けて、ほぼ闇花火になってしまいましたが、ちょうど裏、ミリムの武器ですね。これ溜まりました。はい。76にして、陣で。組みやすくなりましたね、だいぶね。はい。よしと。さあ、では殴っていきましょう。回復が多すぎるので、無効貫通はやめときますと。はい。よし。さあ、では攻撃を受けて。よし。では、アクセラレーターを打って殴っていきましょう。はい。究極酒井雄二も打ちます。よし。しっかりと相組んであげて、よしよしよし、はい、 OK でございます。 T 字無効貫通三下し、あと適当なコンボしております。これで殴っていきましょう。で、さっきの感じで言うとちょっと残すかなって感じですかね。はい、あ、ほぼ発狂ですね、これね。ほぼ発狂ってか、ほぼ倒しましたね。はい、さあ、アクセラレーター打って最後倒していきましょう。無効貫通プラス2コンボですね。はい、さあ、無効貫通組んで、2コンボも組んで、はい、完璧です。よし、ということで、これで倒しておしまいでございます。はい、と。OK。よかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いいたします。はい。よかったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。立ち回り、タイム、こんな感じになっております。はい。続いて、代用解説、やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、アクセラレータに美坂美琴、アクセラレータに美坂美琴、究極酒井雄二に織姫、シャマシュクルにミリム、ポロネにペルセポネ、セルティにアグリゲートです。必要 HP 約16万程度ですね。多ければ多いほど良いです。必要スキブは32、バッチは HP です。リラクレ逆は OK です。で、武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP10 個と闇属性追加が必要です。で、美坂美琴、こちらはスキブとチーム HP と樹脂役割ですね。スキブ HP 火力リラフレヘイストに注意して火力盛りで OK で、代用候補はアグリゲートと同じでございます。で、アグリゲート、こちらスキブ2個の樹脂役割ですね。スキブ火力リラフレヘイストに注意して火力盛りで OK で、無一郎とかユニコーンガンダム、シガラキ、ゴーテン、ミリム、カイト、おやすみキティ、シバタツヤ&ミユキとかで OK でございます。で、織姫、こちらスキブと火水光泥鏡と非軽減と浮遊と三ターンヘイストが役割です。スキブ弱化非軽減と火力とヘイストに注意して火力盛りで OK で、飛行星とかペーネロペ、シズ、リムルとかで OK です。で、ミリムですね。こちらスキブさんのチーム HP10 シーと闇属性追加、スキブ HP 火力注意して火力盛りで OK です。キュベレイとかゴーテン、ガンビット、セルティ、サノス、ゼノ&シルバー、アクセラレーター、ノクタリア、ディアボロ、ロンベルク、織田信長、エンム、ハロウィンネレとかで OK です。で、嫁ポロ、ペルセポネルですね。こちらはチーム
MHP とスキブ2個と封印と毒耐性で、アキネ、ヨメゼラ、バレ、リズレットとかでも OK ですし、あとヘラルナ、ラー、ウメマロ、リーチェ、タンジロ、バレ、アキネ、イルム、バレ、ヴィーナス、ティビハクとかでも OK でございます。続いて本体代用のための役割、究極酒井雄二、こちらスキブ4のチーム HP 火力枠軽減と自己エンハンスと上限解放が役割ですね。スキブ HP 火力に注意して軽減で OK で、ゴブタとか大吟醸、正月チワン、デンジ&マキマ、ハロウィン恐竜、ハロウィンチャコルとかで OK でございます。続いてポロネ、こちらスキブ2個のチーム HP、LG2 ターンヒスト、ダブル吸収と消せない覚醒無効回復役割ですね。スキブ HP、LG、消せない覚醒無効に注意してダブル吸収で OK です。ゼノ&シルバとか、ヘカテ、カルーアミルク、ハロウィンネネ、シオン、イルミ、デスアーミーとかで OK です。で、シャマシュクル、こちらスキブ4火力枠、威嚇、リダフレエンハンス、上限解放と消せない覚醒無効回復役割です。交換所キャラクターなんですけど、まだ作ってない方、ラストオーダーで OK ですからね。で、スキブ火力注意して、消せない覚醒無効回復で OK で、キャリバーンとか、ラストオーダー、フレイ、ミリエナ、酒井雄二、キミルとかで OK です。ラストオーダーとかの非変身キャラにする場合は、ヘイスト武器をここにつけてあげてください。ということで、以上です。よかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。